フェニックス、お前の料理が食べたいんじゃ。よいしょ。始まりました。岡山でしたっけ、はい、出身。もう完全に千鳥やつ、ね、いや、そう、完全にノブさんが出てきたけどそう、ってことよねっていう、うん、はい、今あのノブさんは全く意識せずに俺がこれ出たんだけどもすごい珍しい、ね、珍しい、本当に奇跡でしょ。完全にだって料理をしたことのない、はい、あの人が料理をするっていう体も一緒だし。そうです、はい、全く同じくくりでやってますけど、今回ですね、はい、僕がどうしてもフェニックスに料理を作ってもらって食べたい、そんな思いから今日はこの動画を撮らせてもらってます。なるほど、はい。フリーでこれを使って、違います、お、作ってほしい料理があります。ほう、なるほどね、はい。フェニックスには今回オムライスを作ってもらいます。おお、オムライス。そのための材料は用意しております。こちらです。はい。はい、いっぱいいろんなね。料理並んでおりますけども。はい。具材、まあ、調味料だったり、なんかいろいろあります。はい。これを使って、もう、お前なりのオムライスを作ってくれ。あ、米がこっちにあるわ、今度。あ、はい、そうですね。まあ、米ね。炊いてないやと思って。米がありますと。なんでそんなに作ってほしいの？作ってほしいんだよ、俺は。とにかく。こいつはもう料理をしたことがあんま見たことないからさ。10年やってきて、本当に10年やってきて、10年ちょっと大人のあんまりさ、俺から言いたくないけどさ、はい、そのなんか目見て喋ってほしいけどな。お前の料理は食べてんだ。わかるか？お前作ったことねえだろ俺に。打開じゃないんじゃない？自分で食う。あんのかじゃ他に。誰かのために、ちなみにフェニが料理をしたこととか、まあ自分のためにはあるじゃん。さすがに。うん。人のために。ご飯温めてとか納豆混ぜてとか、うん、誰かに作ったことってある？あ、でもウッチーとか太郎とかにウインナー丼だけある、うん、はお前それはまあそれは違う、料理じゃないそれは料理じゃない。え、なんでですか？餌だそれはウッチーに餌を与えてるだけだ違う、俺は餌を作ってほしいんじゃない、俺は お前の手料理がこれを使ってな。そうだ、オムライスを作れ。あ、よし、いけんじゃない。でもオムライスは、オムライスはさ、そうそうそう、結構、いや、そうだからなんとなく想像はしてんだけど、うん、そのこういうのがあるじゃない。こういうのとは、あ、牛乳生クリームとか、はいはいはい、はい、まあ、一応ね、いろいろ用意しておりますよ。使うのってなんとなく、はい、うんうんうん、あれかなと思ったけど、こっち側の、うん、はいはいはい、チーズとかもさ、使わん。あ、だからそうだ、いろいろ用意してあるだけで、こっから、うん、もう別にこれを使えとか言ってない。俺はもうお前なりのオムレースを見せてほしい。ただそれだけ。ダミーもあるってこと？もうダミーというか、その違う違う違う、これそんなわからん。ダミーとしてね、俺そう、ダマしかけようとしてないんだ。これ別にそんなライアーゲームじゃないんだ。そうそうそう俺だからいろんなその、うん、フェニックスが自分で選んで作れるように用意してあるだけで、これは使わない料理もやつもあります、ね。そう、本当にシンプルに作ろうと思えばシンプルに作れるし。そう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 。っていう感じよな。うん。深くコクを出そうとかしたら、もっとやり方はあるしっていう。ごめんごめん。ケチャップがあるかどうか確認しなかったけど、ケチャップある。ちなみに。ケチャップ。やめなよ。あ、ありました。危ねえ。めちゃくちゃ焦ったんだけど。さすがにケチャップなかったらやばかったから。あります。丸々取り直してる。はい、じゃあもう、はい、もうとにかく作ってください、オムライスを。オムライス？もうね、別に工程とかはもう、そうね。気にしないわ。まあ、あ、もう何も言わないってこと？作ってるとき。俺はほんととにかく。これこっちじゃないとか、こんぐらいじゃない。もう好きに。一回まず、最初の一発目のね、うん、俺はもうちなみにだけど、シリーズものにしようと思ってるから。まあ、一発目だからね。なるほどね。いろいろその俺が言うのもあれかなと思って。あ、なるほど。とにかく、一回フェニックスの素のポテンシャルを見たいというか。うん、あ、一旦だからここで、ちょっと見計っときたいというか。そうそうそう。だから、二発目以降はめちゃくちゃ俺言うかもしんない。一発目はとにかく様子見て。一発目ちょっと一回様子見てるか。まあ、プロト版だわ、うん。まだわかんないからね。オッケーオッケー。はい、オッケー。だから、一旦だからフェニが作る前に、はい、どういうオムライスにしたいかっていうのだけちょっと、聞かせてもらえたらなと思う。誰が？あ、フェニックス。あ、俺が？そうそうそう。あ、俺が？フェニックスがね。まあでも、オムライス。僕が作るんで、男のオムライスかな。あ、いいじゃない。うん。男のね。男のオムライス。男のオムライス。よし。作ってみようか、じゃあ。はい。なんでそんな高いが、浮かない顔してたの？
おおいいじゃんって言って、男の子ってなったで男の子ってなった。いやそのざっくりしすぎてちょっとよくいやいやでもいい、お前の思う男のオムライスを作ってくれ、はい、俺はもっとにかく言わん、ちょっと混ぜてやろう。そうだな、俺はそれを見てた、よくやった正解だ第一項目クリアだ。洗っておりますね、はい、手を洗わずに料理してたら俺はお前を殴ってた、はい、危なよかった、もう終わるとこだった、怖っ。でもこれはもうザワズでも僕言ってますから毎回、手はね、はい、絶対洗った方がいいっていう、手洗いました、よし。さあどんなオムライスを作ってくれるんだろうな。うわこれいやらしいな、ベーコンブロックで買ってきてんのこいつ、もう切れてるやつあるだろう。そこはちょっと意地悪さし、意地悪さしてもらいましたよ。それはやっぱ少し、やっぱオムライスそんな切る過程ないから、あんまり少しでも切る過程を作ってほしくてね。鶏肉よな、ま、なるほど。それは鶏肉は何のために一応取ったの、フェインの中で。え、これ？うん。チキンライスだよね。おお、はいはいはい。ほうほうほう。え、チキンライスどうしよう。チキンライス。温めとくか。そうね。うん。そうだね。いいんじゃない、いいんじゃない。うん。いいよもう。オムライスは作ったことはない、はい、今まで。ない。あ、ない、うん。初オムライスだ。わ、でもその29で初オムライスは。うん。すごいワクワクするかもしれない。ワクワク見てる方としてはあどうなるのっていう、 そうだよね、その当たり前になってたからさ、普通にね、まあ作るもんね。そう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 、時間ちょっとあったら、やっぱ卵料理ってさ、うん、その分かってても練習しないとできなかったりするじゃん、うんうんうん、卵焼きとかオムレツとか。あれ何電子レンジなんか使うの。おどうした、そっからか。電子レンジの使い方分かるよな。違うわ、あのメジャーがね、うん、閉まってなかったです。動きました、はい、はい、ご飯を温めてる最中に、はい、こう時間をちゃんと効率的に使っていきます、うん、いいね、はい、鶏ももを使います。時間を効率的に使っていきますって言いましたけど、はい、食材がやっとまな板に並ぶまで7分です。はい、まあもうこれはもうゆっくり見ていきましょう。そうね、ちょっとごめんなさいね、ケチャップ、はい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 、ちょっとね、背高いのが、はい、初めて切ります。鶏肉を、鶏肉ですね、鶏肉いつぶりだろ、切んの。鶏肉も切らない、まあその食べやすさとか、うわあるから、そうそうそう、いや、食べ口小さいでしょ、うん、こんな全部は入んねえか、半分だな、半分、なるほどね、半分、半分置いとこう、はい、ここにね、気をつけるよ、気をつけるよ、うん、大丈夫大丈夫、包丁自体で言うと、うん、俺なんかちっちゃい時も触ってんだよな、ちゃんとそのなんでやったんだろう。え、料理以外でってこと。いや、料理で、料理で、料理で、子供の時にもあれ何作ってたっけな、でウインナー丼はずっと作ってるよ。でもそれ包丁使わねえだろ。あ、でもウインナー半分にしたりするんで、それは食べやすく。それ以来で包丁使ったってこと。ウインウド。いや、ちょっと待って。覚えてないのになんで話し始めちゃったんだろうと思って。いやでも、うん、詰めて。結局その切り方がどうとかじゃなくて、結局食べた時にうまいかどうかだからね。うん、こういうのって。お、ウインナーを使う。ウインナーやっぱ。そうね、やっぱ鶏肉を使ったら一回手を洗っときたいよね。そう。で、ちゃんといいね、コウ君買ってんじゃん。コウ君、そう、なんかの動画でコウ君派みたいな言ってた。俺コウ君、コウ君買ってきました。コウ君うまいよな。コウ君うまい、うまくて安い。今や安くはないけど、チキンライスを作ろうとしてるね、今ね。はい、うん、いいよ。あ、いや、別にマジでちょっと、どうしたどうした、別になんもそういうのもあんのか。いや、だからそう確認で今言ってるわけじゃない。別にそんな、そのダミー、ああ本当に大丈夫かとかそういう意味で言ってるわけじゃないから。助言にはダミーないよね。多分ないない、多分高井が今引っかかってるのは、うん、本当に、単純にテンポだと思う、料理の。俺だったら多分もうできてるだろうな、の、多分。まあ、ゆっくりで、怪我だけ。って結構ちっちゃいよな。ちなみにさ、その、猫の手ってわかる？わかるよ。
これでしょ。そう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 、やりづらいからね。あえて選んでないと。そうだな。なるほど。お前猫じゃねえもんな。人なんで。猫じゃない。なるほどね。人なんで。人の手になる。お、マッシュルーム、俺使うと思わなかったよ。使うんだ。え、マジで？じゃあ。いや。違う。俺念のために置いてただけで。使えるなら。ちょっと待って、米200少ねえかも。200で用意してないわ、これ、肉とか。何で用意してた？350だろ。ねえだろ、350の。このプリンワンパックの350のやつだってねえんだよ。マッシュルームね。はいはいはい、はい。マッシュルームなんて切ったことないだろ、人生で。マッシュルームを取り扱ったことない。ないないない。どう？でもマッシュルームの感触は。マッシュルーム柔らかいね。そう、切りやすいんだよね。え、でもあの、覚えてこう。あの、キャンプ動画を、僕はよく見るんですよ。うん、マッシュルーム、ほぼ 100% ぐらいで出てくる。マッシュルームは使いやすいからね。いろんな料理に、アヒージョとか。これでバターとかね。そうだ、これを。あ、アヒージョ作れるわ。もうちょっと出せって。ご飯、あの、お米がね。そうそうそう。はい、アヒージョ。アヒージョ簡単だな。アヒージョはね、あの、そう、キャンプ動画で見た。うん。からできる。今回作っていくのはオムライスだ、ね、今回は、うん、オムはね、キャンプ動画に出ないね。オムライスな。いや、オムライスはでも定番というか、言ってしまったらその、カップルで彼女に作ってほしい料理よな、オムライスといえば。まずね、最初になんか作る。ちょっと待って、オムライスってやっぱ、こんな形じゃなかったの。まあいいか。まあまあまあ、フェニの、うん、思う、フェニの思う切り方で。いや、多かった。卵の焼き方とかもね、いろいろ あ、そうだ、ね、それ好みあるじゃん。あるから、うん。でもマジでフェニックスうわー、気をつけて。俺ブリブリよ、そ の, あの 卵よく言うんだよ、その卵の硬さの時、うん、ブリブリって言うけど、ずっと俺は腑に落ちてないけど。なんでブリブリの硬さの卵焼きっていつも言うけど、要は硬いってことでしょ。硬い、ふわとろとかしっかり焼いたじゃなくて、ちょっと違いますね、あれは。いいよいいよ。はい、今火かける？そろそろ。ちょっと待って、ベーコン手つけてないわ。あ、もうそんな入れるんだ。肉、ウインナー、肉好きだろ。ベーコン好き、たっぷりなら入れないと。いいよ。あ、忘れた。お願い。おお、よく気づいたね。俺はね、もうないと思ってた。今回はもう登場しないのかなと思ってたけど。よかった。危ねえ。そうよ。いいね。やっぱね、玉ねぎ欲しいよね。チキンライスね。米の先やってから本来は肉よね。肉は本来はね、野菜とかの後の方がいいけどね。そうだよ。まあ別にそれはもういいよ。だからあの鶏肉を切った後に、うん、ウインナー切る前に、そのあ、やばい、一回消毒しないとって言ってたけど、うん、本来肉と野菜で分けた方がいい。本当はね、本当は本来ね、肉野菜魚で、ね、肉はもうだからここにいちゃいけないの、うん、本来今鶏肉が。だからこのまな板は結構危険なまな板だな。ちゃんと火通ないとな。でも全然男のなんでね。そう、うん、でほらボールとかもあるからさ、別にいいんだよ。無理やりここでやんなくていいんだよ。ここでできるから皿とかに一回分けたりしていいんだよ。やっべ、具多いぞこれ。いける？食えんの？こんなの。それはうわー、指気をつけて。うん、玉ねぎ怖いからね、結構。あれ、これどこまで食えんだっけな。どこまで食える？オレンジのとこ食えたっけ？オレンジちょっと待って、何切ってんの今。お玉でしょ。お玉ネギね。ここ高い嫌いか、嫌いでも食べないよな、そこはな。これアドバイスとかでも何でも嫌い、そこは食べねえよな。嫌いだよな。食べてるとこ見たことねえな。いくつも皿分けるくればしていいんじゃない。いや、男だから。切りづれえだろ。男とかじゃない。男だから、やっぱ。味付けで表現するんだよ。うん、あ、男は。あ、ちょっと顔入ってる。もうさ。うわぁ。まな板。あ、待って。はい。おっ。玉ねぎの切り方もいろいろあるよ。考えているぞ。細かい気がする。おいって。うるせえな。お前、自分でそこまで食べるんだな。そうだな。確かに。これだとな。そうだ
よな。これだとなんか、確かにな。チキンライスにこれ入ってるイメージないもんな。ポトフだわ。あれ今んとこポトフの。薄いだろ、だとしたら。どうする？よし、どうする？こっから細かくする。こっからどうする？細かくは。うん。おっと、もうずっと指怖い。怖いんだよね、これ。よっ、怖いんだよね。指怖いよ。切り、確かにもう少し細かくしたいね。こうだよ。どうした？どうした？距離置かないといけないぐらい俺危険なことしてた今。さあちょっと見ましょうか。あ、なるほどね。はい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 。なるほどね。あ、これでしたね。こうじゃない？こうじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？マジで気をつけてな。マジで気をつけてな。これだけは。ここはマジで冗談じゃんか、気をつけてな。その気をつけて、滑るから、ね、皮が滑るから、ね、そう皮が、そう玉ねぎ丸になってるから、ね、寝かしもういいか。あ、なる、もうまあ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 、まあ、これも見たことある。何でやってトライ今もうやってトライなのよ、ずっとやってトライしてるよかった、体験できてるな。よかったよかった、今ずっとやってトライよ。いや、縦波になっちゃったよ。まあでも粗みじんでね、うん、食感いい感じだと思うよ。めちゃくちゃ攻め。え、そう、今ね、玉ねぎ切ってる。ちょっと今マッシュルーム刻んでる何刻んでんだよはい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 、玉ねぎを半玉ね、うん、粗みじんにして。いやだから米少ねえぞこれ。あ、いいね、だから米の量は全然1個でいいよ。あの今日今日2本撮りだからえこの後も控えてる。この後も控えてる。あ、そうなの、うん、じゃあ絶対怪我できないで俺。そうだよ。そう、よし。怪我したら高井がただ普通に料理することになる。いや、そうだな。お、具材はもう切り終わった感じかな、大体。さあ、確認してください。はい。はい、まあでも、これ、ウィンナーあるからな、ベーコンはいい。いや、それか。全然いいよ、どっちでも。うん。さあ、じゃあ具材切り終わりました。うん。なんで、火にかけていきます。お、ようやく。うん。まあもうだったらこれはこっち置いちゃっていいけどな。そう、確かに火にかけるんですか。火にかけたいんですが。火にかけたいんですが。え、肉からですよね。うん、どうでしょうね。どうしよう。うわ、いや、疑いの真ん中だな。いや、それは違う、そんな別に急に違うのよまあでもここまでいったら、うん、そのよくもうあとはっていう部分だったりもするから、うん、あ、忘れてた、忘れてた、生クリームなんだよマジで、ね、コンソメも意味が分かんないな。あります。油も、ね、まあ4種類バター含めたら4種類ありますね。オリーブオイル、ごま油、サラダ油、バター、うん、何を使うかももうお任せします。これはこれだろう。卵はバターだと思う。なるほど。匂いするじゃんバターのなんでヘラヘラしたの？いや、それは知ってますよ。なんでヘラヘラ本当にルールしないんだろあなた。はい、油は温めていく。はい、火がついてますか？火ついてますね。ウインナーのポジとか。はい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 、ちょっともう使いわなそうなやつは一個開けておきましょう。さあ、まんべんなく、はい、フライパンに油を。てかもうこれの時点でわかるでしょ、うちにコンロがさ、据え置きがない時点でやらないんだなっていうの。ああ、あ、はい、終了です。終了あ、ごめんなさい、終了です、すいません。中にゲットしたのはい、もうそういうことなくなりましたそういうところからもうちょっともうダメです。ありがとうございました、はい、すいません、今日の動画は以上です。ありがとうございました。ちょっと気をつけてマジで、これちょっと男の要素強すぎる。本当に男の要素そこだけなんで今のところ豪快に結構頼むよ。ちょっとゲップ料理中にするやつどこにいるんだよ。さあ、そういう手段じゃね。そうだね、もうじっくり使いませんよ。塩コショウとか、あの家にあるそうだわ、そうだわ、使っていいから味しねえわ今まあするけどねその出し方だけどね。あ、もうじゃあ全部一気にいくわけね。いや、
お肉火通ってないの怖くないですか。お肉は火通してほしいですね。そうでしょう、はい、おまずは鶏肉とドキドキウインナー少々、ウインナー少々じゃないのよ。マッシュルームの方が多いマッシュルームだから分けとけっつったろお前お前さ、マッシュルームの方が多いからね。言ったじゃんお前。はい、今鶏肉とウインナーとマッシュ少々。マッシュ少々って何？玉ねぎはじゃあまだ入れないんだ。あ、じゃあ入れんのか。いやでもまだ、いやもう自分のあれでいい。全然全然。俺は別に工程を確認してるだけで。いや一応やっぱその高いの口の中でシャキつかせてっていうのはあるから。シャキつかせて玉ねぎはね。いや味しないだろ。やってくれよもう。俺もう出されたもん食うからよ。まんべんなく。うん。塩コショウ適量。適量。3回りほど入れましたけども。はい、はい。お湯じっくり。もう待って。もう行っちゃうか？行っちゃうか？早そうだ。行くんだな。早そうだ。行くんだな。今ここで全部行くのね。行け。いいね。さあ、具材全部入れて、よっしゃ、炒めていくわけだ。よっしゃ。おいいね。はい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 。こういうのもあのキャンプの動画で見てるんでね。いや見るのとやるのは結構違うよね。違う。ね、違う。やっぱ。キャンプの動画のヒントでも何も使ってないけどね今のところその音とかの部分でしか。はい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 。え、どこでチキンにすんだこれ。え、どこでチキンにする。チキンはもう入ってる。チキンはもう入ってるでしょ。そう入ってんだけど、うん、あれケチャップのタイミングどこだ。なるほどな。さあケチャップで味つくんか本当は。本当はまあまあいっぱい変な日本語が出てくると思う。そら慣れないこと言ってるわけだから。そうそう、慣れないことやってるからそれは出てくる。いっぱい変な日本語。同時とはします。そうだな。でどうですか、火の通りは。鶏肉は生い気がするんですよね。はい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 。冷えてしまった。まあ鶏肉と同じぐらいマッシュルームも火通ってないけど今生ぐらいなら焦げてる方がいいか。ああでもいいと思う、その感覚は。ホラーって言われても。トゥモローでこの匂いするもん。あ、いいね。喫茶ね。喫茶店のね。トゥモローで。だ喫茶店のオムライスとかもやっぱりうまいからね。うまいな、喫茶店のオムライス。うわ。こんな感じ本当に。匂いで、でもあのそれは出来た状態の匂いがってことでしょ。この家庭の匂いは。こんな感じなんだよな。でも大事よ。やっぱその、うん、ちょっと違和感あるなの時ってやっぱ違うもんね。匂いが仕上がるからやっぱ火通してたりすると。いけるか。食べ頃だな。あ、いける。はい、はい、米投入だ。いけ。おいしょ、はい、さあ米入った。こっから米の気をつけないとね、いろいろ。え、そうなの。プレゼントとかもあるからね。さあすごい、していく。箸でやっております。お箸で。ヘラ的なやつ。お箸で。まあ、あるけども。取りましょうか。いや、洗いたくないんでいいです。今からなるほどね、男だから洗い物だけ少なくしたいと。そうそうそう、まな板も一回で終わらすんです。いいね、男。あー、あれか。どうした。そのバターか、米がパラパラにならんわ。さあ、まあどうする。バターという、まあ、箸じゃないんじゃないかっていう。その前に。そうそうそう、混ぜるっていうね、まず。そうそうそう、なんか馴染ますっていう。今こんな状態です、ね。具多いな。まあでも具多いのはやっぱ男じゃない？男じゃない？うんうん、あでもほら、もうさ、別に食えない感じじゃないの、うん。混ざってる感じあるよね。うん、まあまあまあ、はいはい。かき回していく。さあ、まあ、パックの側だからね、やっぱダマになりやすいから。ね、そう。ずっと納豆かき混ぜてるみたいな。混ぜ方やだな。ずっと納豆混ぜてる。業務用の機械のさ、あのやっぱ
延々と回し続けるやつの理にかなってんだよ、多分こういう動きってダサいけど。はい、ちょっと火を入れてく。いいですか、ちょっと火を強め。いい感じじゃん。いやでもいい感じよ。お、ケチャップを。はい、チキンライスって言ったら、ね、ケチャップです。いやこれちょっと料理の方ずっとしてよ、うん、美味しそう。いいね、いいじゃない、いいじゃない、まんべんなく。うん、あの最初少ない方がいいか、調節できるもんな、炊くのは。おお、なんかえ、あのさ、綿飴作ってるの。え、綿飴作ってるじゃない。でも効率的な。マジで。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、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 はい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 、よし、よし、いい色、いい色。あれ、うん、これは予想外なんだよ、ちょっと。え、あれ できちゃう、うまいことでき、いや、そう、これ多分やってトライもあれできないのがおもろいだろ。いや、おそのできないのを、うん、言うんだとしたらもっと難しい料理言ってるから。ちょっと見たら、もう聞いただけで何それって言うのよ。俺はオムライスを作ってほしいって言ってる時点で、普通に作ってほしいだけなのよ。こいつ、これもう盛り付ける用のね、一回ちょっとフライパン開けないと。そうだね、邪魔だよね。もうチキンライスができた。はいはい、包むのか。お、何ですか、何気づいたんですか。何悟りました、何か。今コナンがなんか真犯人のヒントを得た、今そのまま門閉まったけど CM 行く時のバーン。今ここからこ B パートが入りました。さあどうする、 A パート終わったぞ、どうする。一回ちょっとどかさないとさ、ネクストコナンツイートだけ出そうか。ドゥルルル卵。いや、それそうだ。何で包むか。ドゥルルル卵。ええってならんもんな、卵は。あ、いいね。でもチキンライスですよね。チキンライスはこれはできちゃったんじゃないですか。できたので、うん、はい、こっからオムの部分ですか。オムちょっと赤くてもいい。あ、赤い、あ、え、フライパン拭くの、洗うの。 あ、オムライ、要はオムライスを炒めるフライパンをそのまま洗うのか洗わないのか、はい、さあ、チキンライス今度のやつですけど、はい、ほか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 。いいね、なんかいいですね、いいね。そうでしょ。こっからオムの部分ね。はい、さあ、卵を使っていきます。おお、はい、3つかな。あ、結構、いや待って、エレルだ。大きいわ、大きい卵ですね。大きい、はい、でかい卵、でかい卵。うん、でもまあ卵好きだろ。すごいね、こっちから開ける、これついてるのに逆から開けてるから。え、すごい、どういうことですか。ビリビリをないの。ビリビリは絶対なんかあるけどな。何をやってるんだと思ったら逆から開けましたね。いや、そのビリビリに気づけんかったな。卵は2つ。ちょっと大きさを見ます、一旦。1個で見るんじゃないの。じゃ、包める量ないとさ。はい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 、どうですか。3です。3ですか。3です。こいつは3です。3使う。たっぷりだね。まあ、卵多い人が好きだとか言う人もいるからね、うん、結局自分の目分量になるからな。そうでしょ。うん、だから食べたいオムライスで全然いいんだよ。で、ここからですよね、この卵の味付け。塩コショウ、塩と砂糖はそっちもあります。塩と砂糖。俺、なんで変なこと言った俺。え、人狼やってる人だけど。なんでこのタイミングでその発言を。いや、でも卵だ。とにかく回し始めたぞ。何も思考が追いつく前に回し始めたぞ。でも思考は止めない。混ぜるのも考えてるよ。牛乳と生クリームを用意して、うん、どっちも使わないなんてことはないんだよ。なるほど、推理して。そうそうそう、推理して、推理して。もっとフェニーの食べてきたオムライスに重ねた方がいいんじゃない。
森田さんって嫌いじゃないでしょ。大好き。食べてきたんだよ。主語見ねえもんな別に。どういう味だったというかさ。硬い。味を聞いたんですけど、ね、まあまあ味を聞いたんですけど、ね、まあいいや味聞いたんだけど、まあまあいいか、うん、固いオムライス作りたいよ。どうする？もう混ぜなくていいんじゃないかそんなやばくなりそうだよもう。さあ何を手にする？生クリームを手にしました。こんぐらいの量ならいいんか。ふわっとしそうだろ。何ですか？いや息飲んだから今。マジスキンやってくれ。いやスキンやってくれマジで。どっちも使わない。顔色みんな。俺らの顔色みんな。お前スキンやってくれも。もう男のオムライスじゃないよ今。臆病な。臆病で繊細なオムライスになってる。ゆっくり顔色伺いながら揺れ上がってよ。ビクビクしながってよ。男のスタどこがお前。行ってくれよじゃあ。でも絶対次はこれなんだよ。なるほどバターね。バターです。バターの匂いが足りなかった。いいね。こんな面白くなると思わなかったな。いやおもろい。やっぱできちゃってるよ。見たかったよ料理は。確かに。はい、一かけバター、ね、バター高級品です。バター高いですから。はい、はい、一かけフライパンに入れ熱しております、はい、してもういよいよ来るんですね、はい、さあバターもいい感じで溶けてきております。バター高いから、こっからは時間の勝負よ。時間の勝負。卵はやっぱあの待ってくれないからね。火としては固くなっちゃうから。そうね。こっからどうするか。もう入れた。はい。わやった。バター残ってるわ。どうする？バター浮いてきた。こっから。さあ思ったより鍋が温めてなかった。フライパンが温めてなかったけど全然いいよ。量が多いからね。そうだね。どうやって包む？混ぜる。卵をかき混ぜる。これは知ってんだよ。あのこうしたら、うん、早いんです。はい。固まんない。はいはいはい。まあどこまで固めるかというか。卵の硬さもね、もう人に好みありますから。ありますよ。やります。あれ薄い。ブリブリの卵。薄い気がすんな。まだあの全然生の部分あるね卵。まだ焼けてるけど。表面焼けてるけどね。焼かないとくっついちゃうんだよね。さあ。あ、蓋か。蓋。いや、この熱、上もさ、上からもうちょっと固くしたいんだけどね。うん。なんか。結構強めに入れてる。さあ。こっから、やっぱオムレツのね、この、卵と、チキンライスを包む作業というか、このオムライスの形にしていくのはやっぱえ、あの形がいいと思う。いやもう、マジで本当、なんだっていい。かけるしかないじゃん上に。これやっぱね、練習とかいるからね。いると思うよ、これは。今だ、下側をしっかり焼いてるわけね。下焦げちゃったよ。お。卵が動かねえぞ。卵が。お、はいよいよ。来た来た来た。行け、頑張れ、ほら、頑張れ。行けんだ。行け。行けんだ。行け。スライドいけるか。行ってもっと。いいぞ。おい。
よっしゃおおいいねおいいねいいねさあ最後にそうよ最後なるほど。うん。ちょっとバターでめっちゃ。本当ここに点がいるんだけど。もう感じますがよもういいでしょ。感じますがよもう今のよし。この際いいでしょ。はいはい。おできた。というわけで完成。はい。フェニックスの男のオムライス。男の。男のオムライス完成です。いいですね。この辺がいいよね、やっぱね。いいね、男だね。この辺がいいよね。こぼれてるね。ワクワクするね。こぼれちゃって。よしよしよし。これ汁がね、こぼれてるところは見たことあるけど、そうそうそう卵がこぼれてるオムライスは。こぼれちゃってんの、カーテンみたいな。ちょっと見たことないです。すいません。ちょっと贅沢な。すごい。ああ、いいじゃないですか。記念に二人でちょっと並んで、初のね。初のオムライスなんて、このパッタ初というところを、はい、フェリーが持っていただいて、ね、はい。初がね、結構見えてんのよ。意外に。意外に初が見えてんのよ。あ、いいね、いいね。できましたね。はい。できました。美味しそうです。完成でございます。はい、まあまあまあ。あとはまあ、高井が満足するかどうかっていう。そうですね。フェニーはどうだった？いや、一旦作ってみてというか。そう、思い返せばやっぱ。うんうんうん。ヒントあるなとか。オムライスにね。まあ、今まで食べてきた匂い。知らない料理じゃないですかね、オムライスって。慣れ親しんでるから。じゃあ高井さんいいじゃあ食べちゃって、うん、かなったね。フェニックスの初めて、はい、初めてのオムライス、はい、オムライス。いやでも見た目いい感じよ。卵もしっかりさ上包んでないタイプあるよね。全然包んでないタイプもあるよ。タイプも全然あります。じゃあいただいていいですか。はい、すいません。じゃあいただきます。しっかり全部チキンライスのところもね、はい、いきたいね。いただきます。これぐらい形になっちゃうと、あのやってトライで使われないですよね。まあ、もっとね、汚い方がね。うん。うん。うんうんうん。美味しいですね。お、お美味しい。オムライス。オムライスです。おーし。そのオムライスです。よし。男の部分はありますか？男の部分はないです。美味しいんだけど、やっぱそのやっぱね、あの塩気が、うん、薄いんか。ちょっとね。ケチャップ足すか？いや、塩気はケチャップ取れないんだけど。そう、あの卵にも、うん、やっぱその生クリームしか入れなかったから、入れてない。その塩気があんまないのと、そうチキンライスも。なるほどね、チキンライスが甘いっていう謎の状況になってるんだけど。チキンライスが甘い。あれだから、いやだ、卵と一緒に食べてるから、ね、塩コショウがちょっと少なかったかな。なるほどね。 なるほどね。あ、でもね、全然、うん、おじい向けに作っちゃったのかな。あ、でもほら、玉ねぎもあの俺の好きな火の通りぐらいだね。割とシャキシャキ感がシャキシャキ残ってる、シャキ味が、うんうんうん。見てほら、鶏肉がほらすごいな。これ皮の部分もさ、しっかり残ってながら、珍しいサイズ。男、珍しいサイズの。まず最初にやっぱ鶏肉が来るよね。すごいな男。これ正解みたいなね。うん、うん、いや、俺は正直ね、うん、感動してます。おお、はい、感動。フェニックスがね、やっぱ俺本当に料理を作ったことが見たことなかったから、うん、やっぱあの自分で考えて人の顔色を伺ってダサいね。これはそこは言っちゃダメ。生クリームなのかとか、うん、なんだ、うん、今のは反応なんだとか言いながら、うん、いろんなことがありました。このこれを作るまでに、ただこのオムライスができたんだから、うん、俺はもう完璧だと思います。お、このオムライス、そのずっと今鶏肉がぐちゃぐちゃ飲み込めない。まあ鶏肉がずっといるんだけど、よかった。よし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 、いいですね。はい、オムライス、はい、ち
よかったと思います。おし、じゃあフェにも食べてほしいな。自分で作ったやつ自分で、そうね、反対側だから、そう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 。ちょっとね、あのパズル的な楽しみ方あったね。そのどういうことですか。そのなんかある程度あって、その具材、ね、順番じゃ選んでいく、置いた方がいいかも。そう、絶対置いた方がいい。はい、ちょっとベールが、卵のね、そう、卵のベール、やっぱ3個使ってるだけ熱いんよ、すごい、うん、だからあの卵混ぜてるときはまだ包もうとしてるから、ちょっとこう、うんうん、卵だけいったじゃん。どう、ベストの卵。あー、うん、甘いってそういうことか。甘いだろ、生クリームの。え、チキンライスめっちゃうまいじゃん。トマトの量、ケチャップの量多分めっちゃ良かったんじゃん。ケチャップの量いいよ、めちゃくちゃいいよ。だからさ、自分で作って自分で食べる料理史上さ、うん、一番手かかってる料理ってことでしょ。うん、緊張もしたし。わ、どう、使ってみて。カメラ回ってるからな。あ、でもうまいな。いや、マジでだって何でもいいしな。その食材とかも使わなくても正直良かったというかさ、うんうん、使わなくてもよかった、別に。そうそうそう、うまい。うん、でも普通に美味しいよ。うまい、よかったよかったよかった。はい、というわけで、はい、小林さん、ということで、フェニックス、うん、フェニックス、お前の手料理が食べたいんじゃ、第1弾は男のオムライス、うん、よかったと思います。ね、評価とかあるわけじゃなくて、ってなるとですよ、ごめんなさい、はい、俯瞰で僕撮ってましたけど、はい、ってなると、はい、フェニーが作る工程は別に取れたかあると思うんですけど、はい、全体的に高いの回しがちょっとダメだった。それはじゃあ第2弾で修正したと思います。やるんかい。これを食べ終わったらすぐに第2弾行くからね。初期洗っといてじゃん。いや、さ、飲み込んでるから。はい、じゃあまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。